さあ来た、早速カメスターダウトさんに。はい、ダウトは5人なんだよね。はい、はい、5人 で今日はそのうちの3人が来てくれました。はい、カメラとかもいいのかな、 OK？ はい、大丈夫ですよ、はい、大丈夫ですよ、問題ない、はい、行きましょう。ダウトの3人こちら。イエーイ、はい、じゃあ1人ずつ自己紹介お願いします。はい、ニコラジオ、ご覧の皆さん、はじめましてですね、うん、はい、最近主任なダウトボーカルコウキです。よろしくお願いします。寂しいって、主任主任コウキで す。そしてもう一人。はい、ダウトのドラムのミナスと申します。ミナセー、はい、ドラムス、ドラムス。はい、ギターをやってますヒカルと言います。ヒカル、イエーイ。こういう時はさ、他のメンバー2人は何してんだろう。今確実に部屋でゆっくりしてます。ちょっとちょっと、はい、コメントコメント、いやいやいや、参加してくんないとね。なんだよ他のメンバー。間違いないですね。あら、間違いないですよ。じゃあちょっと聞きたい、このニコラジ知ってましたか。名前だけ。はい、はい、正直です、すいません。正直でいいね。ダウトね、まあ大体こういうこと言われたら普通ダウトって言うよね、これね。もうその時点でノーダウトじゃない、ダウト。まあでもそうだよね、そうそうね、忙しいからミュージシャンはね、こんな時間ね暇してないのよ。10時ぐらいっていつも何してるじゃん。いや、もう一番ゴールデンタイムですよ、ね、やることが一番多いバンドの中で。例えば作曲だったり、作曲、はい、あの、まあ、デザイン系だったり。あ、そういうことも全部自分でやる、はい、とかスタジオだったり、まあ、こうやってリハもあるさせていただいたりとか、はい、そうか。寝る時間は大体、俺が一番早いんですよね、あの2時、深夜の、はい、2時寝ね。だいたい明け方ですね。朝もう4時5時ぐらい。 あ、今ちょっと待って、ポスターもちょっと上がっちゃってる。ごめんねごめんね、ごめんねごめんね、うん、ね。え、そしてヒカルは。僕も明け方が多いですね。何読みんな、明け方なの。、はい、いや、そういうもんなんだね、これ夜ね。後で貼ろう、後で貼ろう。画鋲がもしかしたら、そこの壁はそもそも貼れる壁じゃないの、ギニュー。そうなの、しょうがない、無理もない、無理もない、ね、はい、じゃあちょっと聞いてみよう。画鋲はありますね。今日はね、ちなみにね、さっきもともとニコラジのインフォだとかニュースでは、はい、新人って書いてあったんだけど、はい、え、どのくらい結成して、うん、結成しては5年なんですけど、デビューしてからは半年ぐらい。あ、そういうことで言うと新人ってことか。はい、だもう音楽活動もずっとやってたんだよね。は、はい、そうだよね。リーダーってのは誰なの。じゃあの今日お休みのベースのレイカ。おいおい、いや本当そうなんですよ。マジそうなんですよ。そんなことないでしょ。いや、もうここで聞いてるんだったら声を大にして言いたい。そうだね、もうちょっとリーダーらしいことをしろ。おい、びっくりするわこれ。あれ、リーダーか。ちょっと待って、これってことは嫌々になったってことかな、これは。そういうことじゃないですよ、あれ、これちょっと俺の知ってる中では嵐の大野くん以来だねこれね。なんかね、そう、自分から言ってないのにさせられたみたいな。そうなんだ。だって初めてさ、ゲスト来てくれてリーダーいないってさ。いない、そうですよ。ちょっとメンバーほったらかしで。あ、でもそれだけほら、ちょっとリーダーシップあるんじゃない、行ってこいと、お前ら。あ、お任せする。俺は見てるからみたいな。はい、見てれば OK ですよね。そうだ、信頼。見てれば OK。レバー見てないかもしれないな、これ。ね、あのリーダー大至急、サイの絵送ってきてください、ファックスで。見てるなら。ね。そうか。聞いたらね、ニコラジゆかりの、よくゲストに来てくれる、あの方の後輩だそうです。さあ、誰だ、コメント頼む。さあ、今見てるでしょ、アリーナ再生、わかると思うよ。よくニコラジに来てくれてます、何度も何度も。フーさんのお友達でもあります、あの方たちの後輩だそうです。さあ、誰、え、バックコメ、違うわい。バックコメって芸人じゃないの。え、あ、来た、ね、合ってますか、はい、合ってますか、アリスナインの後輩だそうです。はい、ちょっとどういうこと、音楽のさ、後輩とかっていうのは可愛がってもらってんの、それともものすごい先輩風吹かされて、もう本当にいろんなもの買いに行かされたりすんの、これ。いや、そんなことすごい可愛がってくれてますね。例えば、あ、特によく、あのドラマナオさんとかとかするんですけど、はい、うん、あのそういう先輩後輩の仲が嫌だから、うん、そしたらその場が楽しくないから、うん、だからそういうのやめてって。あ、別にあのタメ語とかでもいいんだよと言ってくれてますけど、うん、そこはダメ、これじゃないよ。そうだよね、一瞬だけ食うんす、一応一瞬乗っかるんすよ。ちょっと突っ込んだりとかしたい。あ、マジでいいの。一回乗っかるんすけど、ちょっとビビるね。乗っかるんすけど、あ、すぐ、あ、すいません、すいません、ちょっとすいませんって。いや、そこは言いにくい、なかなかね。無理ですね、やっぱり。あ、でもじゃあ先輩ちゃんとごちそうともしてくれたりとか。あ、そうなんですよ、かっこいい。アリスナイン兄貴肌やっぱあるよね、やっぱそういうのね、これ。じゃあアリスナインのライブを見に行ったりだとか、そういったこともしたりします。あ、します、します、おー、いい関係だ。あの、行かないのトラさんぐらいだから。
トラさん本当ね何度も言うけど人のライブあんま興味ないってすぐ言っちゃうんだよね。そうだからね、トラさんちゃんと見に行ってっていう話なんだけど、はい、さあでも多分今日はねこれほらこの時間で7000ってことは、はい、ダウトファンもしかしたら初めてニコラジ見てる人もいるいますよ ね、うん、初めましてね。じゃあ行くよこれ。そんな人のためにもダウトの知られざる素顔大公開、こちら噂のニコマガジンヤンヤン。おニャンヤンヤン、この雑誌知らないでしょ、ほら見て。これ今回表紙なんだけど、これめくると今回ダウト特集だって。めっちゃシンプルですけど、ね、いや本当これがもう今もう増刷増刷でね、マリオさんね、もう売り切れ売り切れ大変なんですよ。だってこれに全部ゴシップ書いてあるから、もうっていうことはダウトのゴシップを今書いてる、もう完全に全部の記事が全部ダウトです。もう全部有罪の記事ばっかりです。もうだってね明らかにでしょこれ、ギルティーな話題ばっかりでしょ。もうやっちゃったことばっかり書いてあるでしょ。あれあドキドキしますね。誰一番メンバーでいろんなもの隠し事多い人、この3人では隠し事、あでもミナセ、ミナセですね。何隠してんのミナセは。隠してないですよ。なんで言わないの。いやいやいや、ほんと言ってくれないんですよほら、うん、よくいるよねメンバー間でね、いや全然あのね引っ越したことも言わないやついるんですよみたいな。へぇ、ミナセそうです。もうミナセ今みんなが知ってる家に住んでませんからね。電話番号何ちゅうこと言いますか。今ね食ってかかったってことは本当かもしれない。本当かもしれない。いやいや現場いつもバレるじゃん。ね、デビュー半年フレッシュで売ってるんですから。まあね、まだそうですよ。よし、じゃあこのメンバーの中で誰が一番嘘つきか聞いてみましょう、はい、こちら、さあ出た、マジちょっとスクープ出た、うん、男と男の禁断の関係、こうきとみなせの同棲生活。おこれはどういうことだ。これはちょっとね今メンバーのヒカルもびっくりです。ちょっと聞きたいと思うんですけど、はいはい、実は、もう 7,8 年ぐらい一緒に住んでると。一緒に住んでます。怖い怖い怖い、はい、っていうメンバーがいるんですよこの5人の中で、はいはい、なんとそれが調べましたら、はい、ほらこうきとみなせ今日ここに来てる2人はまさかの、いやでも言ってないんですよ、表札とか別々なんですけど実際はもう一緒に住んでる、ついに今日バレた。ヒカルは今日まで知らなかったごめんな黙っててごめんな。いやいやいや言えなかったんやこれ。そうでしょ、やっぱ言えないよねやっぱりなかなか。ほらメンバーの中でほらね恋愛ご法度とかやっぱりルール決めてあったから、やっぱ2人付き合っちゃうとはこっちも思ってなかったのよ。そうなのよ、うん、で、はい、だ今日リーダー来れないのもう振られたからだと、うん、ドロドロじゃないですか、ね、バンドなんだけどね。どっちが取り合うの、コウキが取り合ったのかミナセが取り合ったのか、ここ聞きたい。誰が言い出したのこれ。いや言い出したっていうかそのもうバンド組む前からなんですよ。だからバンドは5年なんで、うん、その前から住んでたんですよね。おかしいじゃないそれ。どっちかが言い出したはずだよ、一緒に住もうかみたいなことは。そう、いやいやそれは、それはもうちょっとミナ君です。ほらねえ、もう思い出して思い出して、なぜヒカルじゃなくコンキだったかとかね。なぜリーダーじゃなく、そうあるでしょ理由は。まあでもやっぱそうなんです。まあでも関西の時に、うん、すでにもう知り合いやったんですけど、だからその時からもう関係はあったんですよ。いやいや、関係あったの。ちょっとやらしい、やらしい関係あったの。関係あったって。だって一緒に住むっていうことはよ、もうお互いある程度許してなきゃ無理よ。でもしかもそんなに関西の時は仲良くなかったんですよ、うん、ほら、全然全然連絡先も知ってるかなぐらい全然しなかったんですけど、うん、やっぱり惹かれ合うんでしょうね。出た、もうそこ否定して、そこ否定しておかしな流れになってる。違う違う違う。でもやっぱりそのすごいなと思うのが、うん、本当熟年夫婦ってよく言われるんですけど、どんなバンドだよ。7年8年一緒に住むと事務所まで約電車の中とか1時間半とかかかるんですよ。1時間とか、そこ終始無言で一言も喋らなくても全く気にならない。これ完全にもう老夫婦だわ。なんか俺悪いことしたかなとかそういう気持ちもなくなる。ないないない。例えば別に喧嘩しててもそういうこと言い合うでもなく、もうほら老夫婦だからそこは。熟練してるから。言える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 。はあ。でもさ、こんな長い中でもうお前とは住めんって思ったことは1回や2回あったでしょ。ない何そう、それがないんすよね。ないんすよ。だってほらゴミ出しのルールが違うとか、あと買ってきた牛乳勝手に飲んでるとか、ルールがね。パン事件はありました。パン事件言って、パン事件、あの要は何パン事件、ちょっと6枚入りのパンなんすよね、来た、それが、うん、あのミナスが騒ぎ出したんですけど、うん、1枚誰か食っただろっつって怒り出したんですよ。誰かっつったってどう考えたってどっちかしかないわけだと。
そうなんですよ。うん、で、あ、一応もう一人あの俳優のこと3人で住んでるんですけど。ちょっと待って、増えた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 よ。三人なの。だからその、あの俺なんでそのもしかしたら自分が食ったんじゃないかって俺は主張したんですけど、はい、俺はパンは基本2枚ずつ食うんだと。だからキスになることはありえない。だから俺最初見た時はまずね、あの笑っちゃったんですよね。なんて浅はかな浅はかな犯人だと思って。なるほど、バレるようなことしやがってと。俺は食えば必ず偶数になるのに、奇数で食べるとはもうなんて浅はかな犯人だって思ったんですよ。そうかそうか、だから1枚しかやってないから、まずみんなそれは絶対に俺じゃないと、はい、どんなに寝ぼけてても俺じゃないと、はい、で、後期はどうして俺じゃないって言い切れた。俺は米派なんですよ。知るか。だからそこ主張して、俺は米派だからパンは食わねえ、うん、ってことはもう完全にあと一人しか縛られたと。そうなんですね。でも彼も彼でシラを切ってちゃんじゃらおかしいわバリの態度なんですよ。闇に葬ったままなんですよ。じゃあ結局犯人分かんない。分かれへん、はい、これもう決まってるよね。普通ならそいつ追い出されるよね。いやでもパン一枚でそこまで騒ぐのもどうやねんっていう。これはね、山崎春のパン事件ですよ、これね。もういよいよはもう祭りやってる場合じゃないよこれ。いろいろありますかね、他にも。普通にもうあれですからね、調味料隠してますからね。そう、やっぱほら使い合っちゃうんでしょ勝手に。いや、俺はフリーなんですよ。フリー調味料なんですよ、はい、何フリー調味料。どういう意味。いいじゃないか、別に誰が使っても。そうか、要は後期が買ってくる分にはいいよと、使ってていいよと。いいのに自分が買ってきた調味料はしっかりテレビのテレビのとこ、テレビ台の引き出しに隠してるんですよ。俺調味料をビデオ見ようと思ってパッと開いたら調味料入ってる。やだわそれ。うん、ブルーレイとからしが一緒に入ってる。やだわそれ。やだやだ。何これっつって。そうなんですよ。そんなにだから仲良くないよ、そういうこと。良くないよ、ね、仲良かったら同じ状況でいいはずだもん。全然違うよね。ってことは皆さんいやいや住んでんのそれ。いやいやそんなことないですよ。だからそういうのもなんですかね、逆に取られたりした方はこうちょっとムカつくんですけど、うん、でしょ。でもその周りにとってはそれはもう笑い話になるんですよ。いや心広いわ。いやいやいや、だからもうおかしくなってくるんですよね。パン一つでここまで切れるそのパワーすごいなと思って。確かに、はい、一回さ、ティッシュ使ったやろって切れた、切り出したことあるぞ。これでしょ。そう、それそれそれ。こんなの別に何枚か分かんないよ。分かるわけない。何枚かかんのよ。もうそこまで来ると笑ってしまって。なんで分かんのよこれ。それもう一人の住人なんですけど、ああ、もうそのティッシュを使ったのっていうのをもう顔を真っ赤にしたらブチ切れてるんですよ。あれは俺のティッシュだと。そうそうそう、返せと。返せ、いやでも誰かが使って、どっちかが使ったんでしょこれ。いやでも使ってほら使うってことは、ほらティッシュ使ったとしてどうなんだろう。あ、だからほら価値観の違いですよ。です、ね、こっちはティッシュぐらいいいやろと、こっちは調味料ぐらいいいやろ、だけど人によっては調味料困るんだと。確かに、はい、ほらあのね、そろそろバラバラですったらこんだけ揉めてんだから。ね、ヒカル君はどうですか、こうなんか一緒に住むことってありえますか、それともありえませんか。あ、でもあの一緒に住むことによってその例えば遅刻とか絶対しない。あ、それ便利、うん、絶対遅刻し、俺だから遅刻率ないんですよ。ね、そうだよ、お互いでどっちかが起きてれば助かったってあるじゃん。そうなんですよ。ってことはヒカル住みたがってますよ。あれ4人目に、ね、4人目。いや、そこにどんどん集まんのやめて。そこ、ね、さあ続いてはこちら。さあ開いていこう。さあマリオさんがね、まだまだ調べてくれてるからね。次のページの衝撃発言はこれです。来た。さあコウキが言いました。俺はな、はい、まだ地デジにしていいとは言ってねえ。さあ来ました、これ後期説明してもらいましょう。いや、あの要は私たちの家はまだ地デジ化してないんですよ、うん、あれアナログ放送。アナログ放送ってでも電波もう終わったよね。いや結果ちょっとはいよいよあるんちゃうかなってちょっと心にゆとりを持った。、うん、言うと何月何日からなるほど変わりますっつっても、うん、なんか1週間ぐらい猶予くれんのかなと思ったら、うんうん、もうバサーですから。そういう法律だっちゅうの決めたんやもん。言ってないもんな、そのしますって勝手に向こうから言われただけで。まあまあ、そりゃそうだ、俺ええよ言うんやから。あ、そうか、こっちはアグリしてないと。そうなんですよ、反抗もしないですよ。そうですよ。そうか、反抗もしないね。地の押し売りですから完全に。いや、え、こんなに何あの政治とかにも物申すバンドだったっけ。え、マジで大丈夫、あの朝まで生出るとか出ちゃうんじゃない次。だからもうひねくれてると思ってて構わないですけど。でもやっぱり納得いってない。あれは言っちゃえば携帯電話も自分で払いますからね、あの、あの用紙で。あれ大丈夫、引き落としじゃなく。え、もしかしたらまだあれじゃない、アナログなんじゃない携帯も。大丈夫。いやいやいや、ムーバームーバー。もしかしてムーバーこの人たち。あ、でもスマートフォン嫌がってますよ。スマートフォン嫌、ほらちょっと後期。え、昭和昭和好き。いやでもガラケー2人ですよ、うん、3分の2ガラケー。スマホじゃない、スマホじゃない。え、
ヒカル当然地デジいいよね。地デジ、あ、でも僕もしないんですよ。おいおい、あれみんな何で、え、チアナ、チアナメンバーこれ半年間もうだからテレビ見なくてももう今いいんすよ。いや確かにね、そうなんだよ。だって忙しいじゃん、ミュージシャンさ、うん、家帰ってテレビ見る時間なんかないんだよ正直、うん、そうそう、それはあるよ。手に入る情報はあのヤフーニュースだけなんですよ、うん、ヤフーのトップのそこでネットが繋がるから、そこで、あ、そうなんやっていうのが分かる、うん、あれいいと思うよそれで。いいですか、じゃあ、うん、もうニコラジだけ聞いてれば全部わかるから今の世の中全部。いや本当最先端だからねうちは。もう全部教えるから大丈夫だよ。うん、あとにかく今元規定の家賃を滞納してるから大丈夫だよ。そういう全部あの聞いて教えるから。そういうのとかは。ね。いつも連絡つかないから今払えないけども。そういうのとか全部聞いたら教えてくれ。全部教えるから。ね。でもこの前びっくりしたのが、うん、その NHK の方からが来て、うん、そのどうしましたって言ったら、その NHK のお金を払うってことなのかなと思ったんですよ。普通は。でも払ってるはずやのになと思ってたら、あのすいません、あのこちらからテレビを見てるっていう反応が一切ないので、あの生きてるか心配になってきましたみたいな言ってたわけで、いい人だ、わかるんですね、やっぱ見てるか見てないかって。あ、そう、まあ、へぇ、そんなあるんだ。どこに来て俺びっくりして、あ、すいません、まだあの血で時間にしてないんです。恥ずかしいバレ方だね。そうそうそう、あのすいません、あのテレビが対応してなくて見たいんですけどっつって、今夏木マリさんに変わったんでしょみたいな、あの知ってはいるんですよ、見てないけど。何よ、じゃあ見てないのに払ってんすか、ですよね。だからそこもなんかそのもう払わなくてよくなるよ、だからアナログだもんだって。そうですよね、そうよ。さっきもニュースでやってたもん、あの5年で時効みたいなニュースをこの間刑事にしましたって大阪地裁、さっきもニュースやってたよこれ、心配だよ。ただフーさんちもそうだったからね。そうですよ、うん、そうなんです。俺たち追っかけでワールドカップ超小さい画像で見たんだもん。ザラザラしてて、ザラザラしてて14インチでゴワゴワになっちゃっててな、全然わかんなかった。フリーキックがもう全然わかんねえんだもん、見えなくて。そうでした、ちょっと誰かダウトにチデジを買ってあげて、もう、ね、チデジを買う、あ、じゃない、お金はあって、あの見る時間がないんだ結局。でも違うんです、あのもう一人のやつはチデジ化にしたんです、いち早く誰よりも早く取り入れたんですよ。でも俺たち住んでると一軒家なんで、あのアンテナがすいません、あのアンテナ工事もダウトのファンでたまたま電気設備に詳しい方、アンテナごとお願いします。あのテレビだけあってもダメだって。アンテナごと、ね、続いてはこれ。さあ開くよ。メンバー間に何不協和音、え、まずい。嘘つきと呼ばれる男 H の正体とはいかに。誰だ H って。誰でしょうね H。 まあ俺後期だから K ですもんね、うん、K、 ないですよね、はい、俺ミナセなんで M なんで、ないですよね、はい、いた、誰ですか、いましたよ、まさか、ほらもう一人いますよ ね、いますね、ライト、あ、ライトだと L になっちゃう、うん、光る、あぶね、英語でなんていうのかな、光る H でしょう、H、 ってことは嘘つきだ。いや僕もよくわかんないんですよ、どういうことなんですか。そこが本当にもうね、うん、罪の意識がない、嘘ついてる罪の意識がない、一番ひどいですね、自覚がないっていうのは。そうだから さっき言ってたのも全部嘘なんじゃない、はい、チデジとかの話も、えいや、マジでチデジはやってないですよまだ。あれ本当かなこれ。じゃあ今だからさっき一緒に住んでないってのも嘘なんじゃないこれ、もう誰か住んでんじゃない、まさかまさかの、そうそうそう、よく言うじゃないですか嘘、普通に正義で尽くす人いやまさか、え、光るメンバーじゃないんじゃないもん、そっからですか、ここいないっすよ、みんな信じてるだけで5年間、そう、騙されてるんだよ、だって嘘つきなんでしょ、それはすげえな。え、今までってどんな嘘ついたか覚えてる、例えばなんですけど、うん、あのラーメンにハマって、ラーメンを作るのにハマってる、うん、おー、いいね、ずっと言い張ってたんですよ、うん、だから、その作るのにハマってるってすごいなと思って、なんか出しとったりね、出しとったりとか、麺とかもとか、じゃあちょっとどんなことすんのって言ったら、うん、もうハマってるってことはもうやってる前提じゃないですか、ね、うん、ちょっと遊び行くぞみたいな、ね、うん、なのに、うん、これからやろうとしてんねんけど、ダメですよ、作ってハマってるって散々言っときながら乗っかったのにこっちはいやいや、いざじゃあどういうの好きなんとか、どういうの作ってんのって聞いたら、いやこれから始めんねん、いやこれはあれなんですよ、その、うん、ある日ラーメンを食べてて、うん、このラーメンのスープってこうやって作ってるんだっていうのを見たんですよ、その厨房を見て、うん、あ、これだったら俺も作れるんじゃないかっていうのでやってみよう、うん、いや、いいんだよ、いいんだよそこまで合ってる、はい、そこまで合ってるよ、はい、で やりました、作りましたら初めて後期に言うんですよ、はい、まあ、そうそうそう、順番おかしいでしょ。あともう すっごい緊迫した、はい、ちゃんとセットリスト、曲のどうするライブのね、うん、はい、構成だ時にちょっと激しい曲 の、はい、フラッシュバックっていう曲があるぞ、はい、これ最後にやろうかって言ったら、うん、いや、逆にそこ鬼門ちゃう
って言って、それも激しい曲なんですよ。だから逆じゃないんですよ。いるわ全く逆で大丈夫かと、大丈夫かと、お前曲全部覚えてるかと、何が逆にやねんと、おいギタリスト、おい、そこは曲調が違うから自分の中では最後は鬼門でいった方がいい。逆じゃないんですよ。逆っておかしい、逆って。まあそこは言葉に語弊ありますよね。やっと、ま、やっと認めた、やっと認めた。なんでだろうこれ。どうかな。あとね、今回リリースするアルバムに書かれてる特技っていうのも、はい、だから結局料理も全部嘘になるわけですよ。特技にはどうね、料理って書いたんだから、はい、そうなると挑戦中、もう一個の方も嘘かと思うわけですけど、今ハマってるもの、はい、ほら見てください、今ハマってるもの、これかっこいいこと書いてあるでしょ。おノウハー、音楽療法とは何かについて。もうね、やかましいわですよ。やかましいわですよ。つこめいた。なるほど。何かで癒されたことありますか、この、光の音楽療法で。いや、よく言うんですよ、そのどうやってこのノウハウを出すことによって人を癒したりとか、そういうノウハウのカウンセラーじゃん、音があるって。はいはい、じゃあその音を出してみと、俺に出してくれって言ったら、いやそれ今から勉強するんですけど。また出た。いやいやいや、だから挑戦しようとしてるんですよ、いろんなこと。だからいいんだよ。いいんだよって、メンバーもみんな言ってる。はい、いいんだよ、はい、誰も止めない。はい。ね。いいっす、全然 OK ですよ。OK、OK。全然やること OK。はい。なぜそれを先に言う。もうや、これやってます前提じゃないですか。なぜそれを過去形で言う。いや、なんかやっぱ、言ったら、いや、なんなんでしょう。何なんでしょ、知るか。俺らが言いたいわ。メンバーみんな言うてんねん、そこ。何でしょ、面白い人だね、カルは。だからすごい、最近それがもうイラを通り越して好きになったんですよ。そうだね、もうそうやって聞くしかないもんね。そうそうそう、ねえ、もう明らかにちょっと現在系も未来系も過去系もおかしいもんね、時間軸ね。ねえ、もう多分おいおい、明日さ、何食べたっていうみたいなもんでしょ、もう。どういうこと、どういうこと、食べたいの、食べるの、食べたのってことでしょ、もう。あとなんか、復唱してくるんですよ。そう。そう。どういうこと、どういうこと、どういうこと。例えば、さっきのそのセットリストを決めるときに、うん、じゃあここは、もう最後、フラッシュバックを、行こうかってこう誰かが発言したら、そこからちょっと間を置いて、うん、あのええかなっつって、おなんか違う意見出してくるかなとか、そこはつまり最後にフラッシュバックをやるっていうことやねっていうのを同じことをただ言ってる。今言うたがなみたいな。今言うたが全員分かってんのに、全員が分かってんのに、一人再放送するんですよ。なんだよ再放送。いや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 、それは確認です、確認。いやいやいや、4人はもうできとるわ。4人みんな分かってる、その会話してたんだもんだって。いやじゃあ僕だけちょっと時空がおかしいんだ。おかしい、今気づいた。あなたね、ぼーっとしすぎっていうことは、要はメンバー間でいる間ぼーっとしてるってことです、この人。天然なのこれ。また女の子がさ、そういうのがまた可愛いとか言い出すから反省しないんですよ。みんな今もコメントが可愛い可愛い可愛い、バカなだけです。天然違います。バカです、ヒカルは。4人が言ってなかっただけです、この彼を気にして。そうです。いやでも可愛いんですよ、同じ部屋、俺ホテルだと絶対同じ部屋なんですよ、ヒカルと、うんうん、でもなんかすごい可愛らしいなと思いますね。わっ、ここがフォローしたよ、もうフォローするから光る、このまま性格変えませんよ、また。でもね、俺はそんなにこんなにフォローしてんのに、うん、すごい俺のことが嫌いなんですよ。おい、きっと。いや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 、光るどうして、どういうこと、どこが嫌いなの言って。後期のどこが嫌。いや、いや好きよ。うん、嫌いではない。あれですよ。出た出た、自慢な嘘ができてました。ご自慢の。もうこれ狼少年みたいだから何も信じなくなっちゃった。もう何も喋れないもん。いや、じゃあ、じゃあ、要はその遅刻しそうになったんですよ。俺は起きてたんですけど、光が寝てて遅刻そうしそうになったんで、いつもだったら、おーいってこうやって起こしてあげるんですけど、もうそれも飽きたなと思って、キスして起こしたろうかなと思ったんですよ。わーノリで。わーで、やってやろうかなと思って。で、もう顔ここですよ。で、キスキスしたら、これぐらいの距離になった瞬間、目バチー上げて、そのままグルーンって逆のベッドまで行ったふざけるなっつって。どんだけ嫌やねん俺のキスがみたいな。いやいやいや、ファンならたまらない瞬間なんだけどなこれ。もう端から端までメンバーってそういうもんかなこれ。ね、もったいないなこれ。そうだよ。さあじゃあ続いていきましょうか。続いての本をこちら開く、めくるとこちら、うん、出た。2月8日水曜日、ダウトメジャーファーストアルバム、ミュージックニッポンリリース、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、まあね、これも光の嘘なんですけどね。いやいやいや、これは違います。これ本当、これ本当ですよ。出た、もう来週ですよ。
あ、本当だ、はい、とにかく気合いの入ったアルバムと聞きました、はい、しかもアルバムジャケットの撮影場所も、はい、なんとメンバーで探した場所。そうなんですよね。これどういうこと？どうしても今イメージしている撮影場所を探したくて、ネットでこうガーッと探したら、うん、もう自分にバッチ合ったところを画像で見つけたんですよ。ヤフーの画像のところ で、うん、でこれどこだって調べたら長野県だったんですよ、うん、の松本ってとこなんですけど。いいとこだよ、うん、もう行こうっつって、ここ行くしかないっつって、ちょっと無理言ってみへー、じゃあもう本人たちで行きたくなってそこを探してロケをした、うん、で年末だったんで、その新年会とかでもスケジュール埋まってて撮れないって言われたんですよ。だからもう深夜でも夜中でも早朝でも撮るんでやらせてくださいって言ってやらせてもらったんですよ。あ、そうか、もういろんなとこ無理言って、どうしてもここでやりたいと。そうなんですよね。それぐらいなんですか、素敵な場所は。松本も何だったんですか。松本館って言って、あの重要文化財、うん、重要文化財でのロケ、ね、すごい。これって簡単じゃないんじゃないの。だからその最初こういうバンドでっていう風な感じで、あの見せて、うん、で一応そういう汚さなければ、あ、ちゃんと OK してくれたんだ。 OK してくれて、わ、嬉しいね。ちょっと重要文化財の人たちが今日来てるってことこれ。そうですか。いや俺ら違いますよ。俺だってもうそこに接しちゃったらもう作品的にはそうになっちゃうよ。でも今このジャケットもこれそうなんですよ。このその話をしとんねん。だから写しとんねんから。今コメント見て分かりませんでした。あれここなんだとかみんな書いてあったでしょ。はい、これ見て、あ、この中がそうなんだなって。あ、まだちょっと時間これですよ。これですよ。これどうして一人だけタイムシフトで見てんのこれ。ね、ヒカル君これ生放送。、はい、どうした。大丈夫です。うん、え、ちょっと待って、もう一回自己紹介からいく。どこまで覚えてんのこの人。知ってる俺のこと。この番組ニコラジ。大丈夫、わかる。わかります。二人一緒に住んでんだよ。あ、知ってますよ。知ってる。あ、よかった、よかった。どこまで忘れてんのかと思って。うん、あのね、アリスナインが可愛がってるの知ってる。あ、知ってます。あ、よかった、よかった。あぶねえ、びっくりするわ。でもそうやってディレクターにちゃんと自らプレゼンもして、こうやって場所を決めてっていうさ、こだわりですよ。他になんか大変だったことは。あ、寒かった。まあ、そうか、とにかく寒かった。年末って言ってたもんね、その忙しい時期。やっぱり旅館なんで、廊下とかもその暖房とか効いてないんですよ。そういうのね、冷暖房神だけないじゃない。めちゃくちゃ寒かった。寒かったです。寒かったです。でもほら、寒いと結局ほら楽器の演奏にも影響を及ぼす。あと歌の歌、あと体の動きもって、やっぱり全部がやっぱりさ難しいでしょ、表情作ったりするにも。そうなんですよね。よくやりましたね。うちらの気合の入れ方で背中をバーンって叩くんがあるんですけど。大丈夫なのそれは。真っ赤になって後つくやつでしょ。そうです。各自でパンじゃないんですよ、音が、うん、ドンなんです、うん、重いっすよ。重いっすよ。全員叩き合って。いや、いつか喧嘩になるのかな。もう殴ってるぐらいの人ですから。そうだね、うん、あのそれでそう気合を入れてみんなで、はい、力入れながらこれ、はい、いや大丈夫だと、頑張れと、寝たら死ぬぞ、はい、寝たら死ぬぞ。そう、もうそんな、そんな感じで言いながら。はあ、そう言ってたリーダーが寝てましたから、ね、おい。リーダーよく生きてたな。ダメだよ、寒空であんまり寝ちゃダメだよ。ねえ、なんか眠いよ、コウキ眠いよ。ダメですよ、俺眠いよ、先に夢見るねってなるんだ。なるんだって。死んじゃいかんよ。ああ、うん、メンバーはなんか合宿してレコーディングなんていう話も聞きました。合宿したんです。合宿で初めて伊豆高原で、はい、聞こえはいいんですけども、あの全然何もないところで、うん、まあでもやっぱり合宿ってやっぱ集中できる、うん、やっぱめっちゃ集中できますよね、うんうん、ある程度そうやって隔離してもらった方がっていうのはあるのかもしれないね、うん、もう音楽だけ。そうだね、うん、それこそ他にほらね、いやちょっと俺コンビニ行ってくるみたいなことできないわけだし、まあ、そこで俺は人体を痛めるっていう初日に。どういうこと、どういうこと。はい、明らかになんかフットサルかなんかやっちゃってるみたいになってるけど、すごい景色が、すごい空気も美味しかったんで、うん、俺いつもあのランニングが趣味なんで、その、ま、マジの服でランニングに行ったんですよ、一人で。おう、もうついてすぐです。おう、もうちょっと体動かしたいと。そうです、それで、それでこっち海っていうこういう看板あったんですよ。こういう店の看板があって、呼んでいる。マジか、海かと思って、海行ったら、こう弾丸絶壁で、それであの猫がおったんですよね。こんなとこに猫こんなおんのと思って、俺は有効モデルで飼い上がろうと思ったんですけど、僕は逃げたんですよ。あら。で、その逃げてる際、逃げた時にくじいて足を。あらららららで、そのままもうビッコ引いて帰って、うん、で病院に運ばれて松葉杖で帰ってきたんですけど、レコーディング初日、レコーディング初日それで終わりました。自分、はい、何してんのこれ。光より悪い人見つけた。何やってんの勝手に。合宿って言ったじゃん。そうそうそう。
こっち海関係ない、こっちスタジオ。その矢印で帰ってきて。いやだからちょっとメンバーね、みんなそれぞれ欠点があります。大丈夫です、お互いを補ってだからいいんです。ダウトはそこです、ね、完璧な人なんか誰一人いません、ね、逆によかった、安心しました。よし、じゃあ聞いてもらいましょうよ、曲紹介お願いします。はい、ということで2月8日に発売のダウトメジャーファーストアルバム、ミュージック日本よりミュージック日本。確かにさ、ルックスとかこのクールだけど、こういう映像でさ、なんかミュージック日本とか言われるとなんか、あれ親しみやすいぞみたいな。ね、何この距離感、いいね。ありがとうございます、ありがとうございます。ねえ、しかし本当にここでね、撮影させてもらえたい。あ、移動、はい、移動ね。ほら、トランプだ、今日。わお、どこ、アリーナに移動。何マリオさん、誰になりたいの。マリオさん絵師なのに手品始めちゃったよ今度。いろんなことしてるよ。さあ、ここは続いていきましょう。こちら、秘蔵映像の流出です。ヤンヤン袋とじ。ごめんね、今ね、やっぱりね、隠せないのよ。何でもつぶやかれちゃったり、すぐ写メ撮られたりね。なのでね、やばい映像入手しちゃいました。え、はい、あの二人はほらね、一緒に住んでたりとかも言うぐらいだから、近しい間からでね、ちょっと携帯なんか軽く貸してもらえれば、いろんな映像入ってるわけですよ。そんな中からこんな信じられない映像、プロトジ開けました。まずはこちらです。本当は血を吐いたの、病み上がり全力坂。これ何、これ、ビジュアル系バンドなんできついロケやってる。どういうこと。え、ちょっと去年あの入院してたんですよ、手術してて。後期は、はい、そうそう、入院してて、それでその退院してすぐに、あのもう撮影が入ってて、そのスケジュールがどうしても外せないと、外せなかったんで、あのまさに全力坂でした。病み上がりでやったってこと。そうですね、全力坂はあのテレビで有名な全力坂。そうです、そうです。本気であの駆け上がるしかない。駆け上がりました。しかもあえて1回じゃないんですよね、いろんなアングルでいっぱい撮らなきゃいけないんで、10回ぐらい走るんですよ。、そこはさ、1回じゃないんですよ、病んでんだからさ。頼めばよかったじゃない。いろんな角度でもう10回ぐらい走って、しかもなんか小学校の横だったん で、うん、でちょっと体育の授業がやってたんですよ、だから小学生ってなんかちょっと酷だなと思って、なんか変なんが走っとるで。まだあの金髪走ってるよ、まだ走ってる、まだ走ってます。でもちょっとあの顔白い、大丈夫だ。、うん、元気ない。ちょっと見てみましょうか、はい、その血を吐きながら登ったという映像、こちらです。さあ本当なんでしょうか、よく見ててくださいね。実はこの人病み上がりです。元気ありません。あ、確かにね、もうこれ、あ、若干そうだね、顔元気ないわ。正気が宿ってない感じする。うん、わ、本当だ、本当に全力だ。いや、だってこれ、だからこの間まで入院してたんだっちゅうの。わわ、本気でやってる、本気でやってる、本当に。わわわ、やめろって。あ、やめ、あ、顔は、あ、やばいって。わ、本気で上がっちゃった。で、これ一本だけじゃないんでしょ、これ。ほら、ありがとうございます。え、実際何、大丈夫だったの、体は。大丈夫ではありましたけど、野球もやったんですよ、それの方が辛かったっすね。じゃあ体力的には調子、あの自信はあって、はい、でもメンバーを打ち取らなきゃいけないっていう義務があったんで。まあ打ち取るってだって、向こうもマジで来るんで、病み上がりなんだから、そこは。でもコンディション最高なんですよ、雨も降る中。うわ、うわ、え、で、だってほら血を吐いたっていうふうにこのね、ネタにはなってるけど、どういうこと？なんであの切ったんで、で、あの糸で結べない場所だったんで、え、若干血の味したってこと？若干どころか。さあ、おい、もう聞かない、聞かない、聞かない。危ない、危ない、もう誰も真似しないで。しない、しないで。そろそろ笑い話じゃなくなってきますね。しないで。いや、もう今回だってそれを聞いてからもう一回 DVD 見たら多分血の味するよ、多分。やめて、やめて、もう。でもね、ああ今出てますね、やっぱり野球もやられたんですよ。本当だ、本当だ。なんか高校時代ずっと野球部だったらしい。小中高。すごいね、そんな人でビジュアル系でってあんまいないよね。そうだよ、これ。これ今水瀬が投げてますね。あ、これ水瀬さんが投げたのか。はい、野球みんなやんの。いや、やらされてる感じ。俺が大好きなんで。大きな好きなだけでみんなやらされてんでしょ。他はやらされてる感じです。ほら、光なんて別に野球好きじゃないでしょ。野球もう何もわかんないです。このまま放っといたら三塁に走り出してるからね。危なかったよ、よかった、よかった、さあ続いていきましょう。続いてはこちら。さあ今度は来ましたよ、
さあさあ、そんな水瀬に注目、神と呼ばれる男、あれ何、神と呼ばれる男、ほうほら見て、水瀬なのに字が違う、神瀬即興ソング、来ました。これ何、どういうこと、どういうこと、水瀬どういうこと。これはですね、即興って、はい、今から、まあそうですね、パッと振れば歌ってくれるの。まあ簡単に言えばそういうことなんですけど、ね、ちょ、演奏はどうすんの。歌詞付きです。かも歌詞付きで歌、え、歌詞付きで歌うんだよ。あー、ギターが、ああギター投入されました。 え、ってことはヒカルが弾いてくれて水瀬が歌うってこと。そうです。いいの。だからタイトルも別にお題を、例えば見てくださってる方にちょ、今アリーナの部屋の人さ、なんか何をテーマに歌ってほしいかとかちょっと書いてみようか。え、どうすんの。何に、五寸釘、こんにゃくの歌、吐血、いや吐血やめよう。吐血やめましょう。全力坂、なんか一個バット、なんかある、みなせ、どれでも、どれでもいいの、はい、え、じゃあパン事件、パン事件、あ、パン事件今出たから、ね、やっぱりパン事件いきましょう。そう、偶数奇数の話もあるし、パン事件で一曲書いてみてください。パン事件ですか。え、ほんとそれできるの。え、ヒカルはなんかもう弾こうとしてる。え、キーとかはいいの。わ、もう始まった、始まった。いいっすか、どうですか、行きましょうか。え、オッケー、早い、どうぞ。え、どういうこと、うん、忘れられないあの時を、6枚入りの食パンを袋を開けてみれば3枚、笑かすなよ。俺はいつもパンはグスで食べる。今から指名手配犯2人ほど選びました。同居人 A と、そして B。 B 後期やん、 B は後期やん。一人は調味料、でビデオデッキの中に隠すやつ。一人は洗濯を回す係。生活感満点。あ、お気を付けた、テンションした。あれ、嘘、えい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 、このパンの恨みをお前に与える。パン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 、パイワレの花束をお前にやる。パン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 、もっと胸に深く突き刺さるような、パン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 、ちょっと頭をバリカンで寝てる間に、それ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 、寝てて空いてる口にとろろ昆布を入れる。おー、ドロドロ眠れない夜、目が覚めておくれ、やめてあげて、オロロキャンロー、イエーイ。何この歌ね。ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、さすが、これね、今日ね、リーダー来ない意味分かった。これね、崩壊してる。もうこのダウト崩壊してる。これまずいよ、こういうの。素晴らしい。いやいや、だって、え、コミックバンドじゃないからね。いや、本当にアドリブなんですよね。いや、何これ。完成度高すぎて、だって なんで勝手にカモンタツを超えたの今。やめて、やめてあげて。こんなんできんの。聞けますね、この人たち。毎日欲しいね。ニコラジに。なんか曲調も変わるなんてね。そこがね、変わってたね。ライブだったね、もう。やばい、すっごい、なんで俺パン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 言い出したんだろう、もう。ノリノリでしたよ。ノリノリでしたよ。ノリノリでしたよ。さすが神瀬ですね。で、見て、もうマリオさんも見て、勝手にキスのパン書き始めたからね。イエーイ、Thank you マリオ、Thank you、 Thank you。 やべえ、みんなこれ持っちゃった。
すごい。わすごいわ、神なせ。神なせです、はい。神なせ三角形出ました。やばい。ありがとう。うん、いやということでじゃあですね、もう時間の方もあっという間に来たので、最後はうすら覚えのニコラジ動物園の絵を見て、はい、まさかのダウトが描いたらどうなるかという才を見てお別れしたいと思います。はい、さあ、はい、ダウトの際はどんな感じなんでしょうか。誰から行こうかね。ねえ、誰から行っても大丈夫です。いや誰が行っても大丈夫。コウキから行こうか。はい、コウキの際はかまこわでも味あるよ、はいはいはい、いいよ。うん、どう考えてもつけばなの犬だけどね。犬です ね, ね犬です。整形後の犬だよね。俺鼻高くしたいねんっていうねえ、がっちり勝手に高須クリニック行った犬だけどね。さあ続いて行きましょう。みなせ行こうか。はい、じゃあ俺は行きます。これじゃん。おっ、みなせうまい。ちょっとうまい。このこれ考えられなかったでしょ、バックシャン、はい、まさかのバックショットで。あれちょ、みなせ本気出してきた。歌だけじゃねえ、はい、これいい。いいですか。勝ちだぞ。これマリオさん負けちゃうかも、これ。あらら、おこの発想なかったでしょ、はい、さあ光る。はい、じゃあ僕行きます。サイはこんな感じ。はい、いいよ。あ、いいよサイ、いいよ。どこが口なの、どこが角なの、どこが耳なの、みんな同じパーツに見えるよ。これ大丈夫、これ。いい、こんなもんなんですよ普通は。そうです、ね、初見でっつったら、はい、こんなもん。ちょっと皆さん本気出しただけなんですよ。こっちですか。こっちはもうちょっと本気出しよう。さあマリオさん見てみようか。マリオさん、どん、マリオさん、あ、ファックス見てみる。ファックスはどうなんだ、はい、サイ来てる、ちゃんと。まず普通のコーヒーさんから。コーヒーさんはこんな感じ、ドン。恐竜。あ、でもあれこれいいじゃない、これ、うん、なんかポケモン言えるかなみたいになってるよこれ、うん、そうですね、うん、これ出てきそうだこれ、うん、そしてちびたまさんで、これ続いて、いいよこれ。じゃあドリルなんか刺さってますね。ちびたまさん大丈夫これ。え、もう主任言うてますからね。これ危ないね、これ。これはだ、角が何でできてるかわかんないもんね、これね。かなりなものになってるけど。あとアポロさんです。え、アポロさん、アポロさん。かわいい、いや、かわいい、逆にかわいい。アポロさんいくつ、いくつこれ。サイ、サイ書いてみました。これはね、ヒカルさんと同レベルです。いい感じです、いい感じです。で、どれが手なの、どれが足なの、どれが角なのっていうね。サイ、いいですね。さあ、はい、見てみちゃう。うちのマリオ見てみちゃう、はい、大丈夫かな。初見のサイ、はい、ねえ、うちのマリオさんが描くとサイはこんな感じ。ん、うおおめえ、すげえな。おめえまたこっち行きやがって。誰がサイは投げられたなんだよ。すげえ、サイコロのサイでしょうが。かっこいい男だね。ちゃんと角生えてますね。ねえ、ちゃんとね、羽まで生えてる。耳かそれ。なるほど、マリオさん、確かに苦しまい。なぜならマリオさん全く描けなかった。浮かばなかったらしいです、はい、誰にします今日は。じゃあグランプリは、でも3人、今日は実は3枚3枚ポスターもらってんの。あのさっき書いてくれた3入りの、はい、あれ3枚もらってるんで。あ、じゃあ、うん、さっき今選んだ人3人いいですか。そうだね、今ちょうど紹介したこのワックス3枚くれた人に、はいはい、コーヒーさんと、そしてコーヒーさんと、ちびたまさんと、アポロさんに、はい、サイン入りの、はい、ダウトサイン入りポスタープレゼントします、はい、じゃあですね、お知らせの方をお願いしたいんですが、来週からはダウトニューアルバムミュージック日本発売記念全国5大都市共通リリースイベントあります。はい、はい、そして3月は、あ、今出てる出てるね、あ、出てますね、うん、アルバムが出まして、そうでしょ、そして3月からは、ファイバーにアニバーサリーイヤーとして、はい、ダウト自作自演弾丸ツアーフェスタ日本というもので、19本、うん、19本やらせて、はい、やらせていただきます、はい、そして3月4日ってちょうど結成日、あの初ライブ日なので、はい、そこではあの夢のドリームマッチとしてダウト VS D アウト、祝5周年記念祭というものをやらせていただきましてですね、忙しいな、はい、それプラスであの3月の3日に、ファンクラブ限定で池袋エッジというところで、うん、あのファンクラブ限定のワンマンをやらせていただくので、ぜひあのワンマン、何、ちょっとこれは素敵なひな祭りになるね。、はいはい、ファンクラブの方もね入ってほしい。いろいろ旅行とかもいろいろまた企画しようかなと思ってるので、ぜひとも。これはそうだ、はい、だってサービス精神旺盛なメンバーだからちょっと楽しいよこれ、ね、ファンクラブってさ、だって無茶振りしたら歌ってくれるかもしれないんだよ、はいはい
どうするこれ、次のアルバムとかパンの歌入るぞこれパンチ系ねえ。ってことはあの食った同居人にも感謝しなきゃだね。詳しいダウトの情報は公式ホームページもチェックしてください。明日木曜にコラジャーボーカルデーの日、スペシャルゲストはボーカル B ダルビッシュ B が登場です。やっぱね、メジャーに行ってあのいろいろ話聞きたいしね。いや、そうじゃないです。大丈夫？最高スタイルいいなとか、そういう話、いいの？あ、そうです。木曜、そうでした、そうでした。木曜アシスタントにボカロ P の和田 P、 アシスタントは引き続き五月病マリオさんでお送りします。その他詳しい情報はこちらです。そう、詳しくはウェブへ。ね。今夜の最後はそんな明日のゲスト、ダルビッシュ P が作曲して。あ、じゃなかったんですよ。何？最後の曲は、あ、もう一曲いけんの？ダウトの曲。ダウト？おー、いいね、ありがとうございます。ありがとうございます。ダウト何行くじゃん、最後。何行く？あれですよね。あれ行く？生なのか、生なのかもちょっと知りたい反応。あれ、あの角にしがみつけんでしょ。サイにサイ、え、サイにサイじゃない、サイにしがみつかない、サイじゃなくて、サイに改めて曲紹介お願いします。はい、同じくミュージック日本に収録曲の生、にしがみつくです。生だった、そう、生にしがみつくを聞きながらお別れです。今日のゲストダウトでした、ありがとうございました。ありがとうございました。